今週はあれですね、はい、もう、ニューズウィークにかなわないじゃないですかね、どこも。あ、いや、そうです。はいはいはい、この桜井君の、はい、桜井君の戦争の記憶に、はい、これ12ページも書いてて、はい、すごいですよね、これね、はいはい、あ、これ僕前の持ってきちゃったよ、これ、うん、これこれいいのか、アクリルだから、ね、はい、間違えたかと思った。前にもね、はい、震災の記憶っていうのを3月ぐらいに、はい、うん、やりました、ね、やりまして、あれもなかなかうまいなと思って、はい、それでその時に編集部の小暮さんっていう女性が担当なんで、うん、その本当にあれ本人が書いてんのと、うん、まあ、失礼ながら聞いたんですけど、はい、本当に全部自分が書いてるらしいんですよね、うん、今度も12ページでまた来週も続くっていうんですけど、はい、これなかなかね、はい、その読ませるんですよ、はい、その書けるなと思って、うん、まあニューズウィークならではかな、これ、はい、本当だったら文藝春秋あたりが欲しい、うん、そうですね、ぴったりですね、ぴったり の、はい、ネタなんですけどね、はい、うん、これおじいちゃんのお兄さんだね、はい、おじいちゃんの8歳違いのおじいさんだから、はい、王子っていうんですかね、はい、が、まあ海軍主計少佐で桜井嗣男っていうんですけど、うん、昭和20年3月29日だよ、終戦の半年ぐらい前にですね、東シナ海で戦死したと、はい、この人も一高東大で、それからその、月の海軍経理学校に行ってですね、はい、まあ主計少佐っていうのは、まあ、亡くなったから、まあ、一階級特進したわけですけどね、はい、この彼のその桜井君はもちろんおじいちゃんは知ってるけど、はい、おじいちゃんの8歳違いのお兄さんだからもちろん知らないわけですよ、はい、そうですね、これまで聞いたこともなかったんだけど、はい、まあこういうことに関心を持ってですね、はい、自分もやっぱりその遺族のね、はい、一人だと、はい、っていうんです、すごくそのこのことがですね身近になったと、うん、私も遺族かもしれないと、一度も会ったことのない亡き親族の一人を途中身内に感じた、学級文庫で図書室で幼少期から見続けていた白黒写真やモノクロフィルムの中の戦争、今の景色とは違う自分とは関係のない遠いいつかの時代、そんな白黒の世界がたちまち色鮮やかなカラーとなり自分の正面にドンと置かれる感覚を覚えた、うん、なかなかうまいですよこれ。いやいや、うん、そうなんです、花さんが、うん、この週刊誌ウォッチにね、はい、文章もうまいというふうに書いてあったんで、うん、はい、僕は、はい、花さんはジャニーズに甘いからなと思って、そんなことはないよ、僕も読んだら、うん、いや、かっちゃすごいなと思いましたよ。そうだろ、はい、いいですよこれ。それよく、はい、実によく調べてね、はい、ちゃんと、はい、そして次にあの人のことを何も知らないとの思いに襲われたと、はい、それからまあその折につけですね、はい、いろいろ調べたり、はい、それからおばあちゃんの話を聞いたりね、はい、そうですね、しながらですね、はい、これをまとめ上げていくんですけどね、はい、すごいです、これはね、はい、でまあおじいさんが情報新聞の記者だったから、はい、でなんかその思い出を、まあ、晩年にね、はい、思い出を一冊にまとめた時に、はい、そのお兄さんのこと、8歳上のお兄さんをすごく尊敬してたみたいで、はい、そのお兄さんのことも書いていらして、じゃたまたまこの新聞社の記者だったから、うん、まとめる力があった、まあまあ、っていうこともあったんでしょうけど、これだけの資料をその時代に集めてね、そうそう、どういうふうに戦死していったのかっていうのが残ってたのがすごいいいですよね、はい、筒に入った高校の卒業証書とかね、はい、大学の卒業証書、商工省燃料局への配属証書、海軍主計中尉の任官証書、東洋市と書かれたノートに刺繍、すべて嗣男さんのものであると、それをそのおじいちゃんが取ってたんでね、うんうん、でおばあさんはですね、お父さんというのはつまりそのこの桜井君のおじいさんですけど、お父さんは自分のものなんか何にも取っておいてないんだけどね、お兄さんのものだけはずっと大切にしてたのよと、お兄さんのことが大好きだったみたい、やつ違うからね、尊敬してたんだねって言って、もううるうるしてきちゃうからね、うん、それでね、まあやっぱりなんだろう、そのもう自分はそのまあ大体もう戦局も悪化してるから、はい、その戦死するかもしれないというか戦死する可能性が多いということは自分でも感じるわけじゃない、うん、だからもう嫁さんもらわないと言ってるわけですよ、うん、そうですね、でも周りは年だから、はい、しかもそういう、まあ、エリートだからね、うん、進める縁談をどんどん来るわけ、はい、ただね、こういう手紙をよこすんだ、配布お手紙拝見いたし候、
御申し込みの件は軍人に妻はいらずとの言もこれありそうらえば軍人に妻はいらないっていうことを言われてるからね、はい、以後このようなる話は一切お断りいたしたく候と、うん、敵機来襲の警報をしきりに飛ぶとき若き心は常に仮のちぎりをいかで結ばんという楠木正面の心境に一致するものに候。果実も東京の某少将の娘なる者水耕者へ来訪せしこと面倒と一周して追い返し申し候、はい、娘さんがどうかってんで、まあ、よこしたんだろうね、よこしたんだろうね、それを追い返し申し候。話としては小生のよりは姉上の方を急ぐべき筋合いの者と愚行いたし候っていう、まあ、ような手紙をね、はい、あのお父さんにね、はい、出してるんですよね、うん、でだけどですね、それがまあそれでまあその、最後ですね、まあいろいろずっとその経過はまあ書いてるんですけど、最後にですね、はい、ベトナムに行ってね、はい、そこからまあそのまあ帰ってくるわけなんで、帰ってこようとするわけで、うん、シンガポールで石油を積んだ P-88J 戦団をまあ護衛してですね、はい、文字に向けて出航するんだよ、はい、でその直前にサイゴンに寄ったからね、うん、寄った時のことが書いてあるんですけど、以前サイゴンに寄った時妹にハンカチを買ってやったら大層喜んだからまた買ってやるかと、3月3日サイゴンに到着し同期の川上君のところに顔を出して、これが最後の後悔だ、陸上勤務になるので結婚するよ、結婚しないって言ってたんだけど、はい、まあそういう風な本当はこういうことを思って、まあだから親しい同期のね、うん、人 にはそういうふうに言って、これが最後の後悔だ、陸上勤務になるので結婚するよと伝えたら、川上君は羨ましがっていたと、うん、さあ任務を果たして日本へ戻ろう、家族の元へ戻ろう、まだ見ぬ縁起をフィアンセを探そう、うん、こういうことをね、はい、まあ言ってたんだね。縁起っていうのは結婚する相手ですよね。相手ですね、はい、だからこれがその要するに何だろう、これが手紙なのかなんかってことはちょっとここに触れてないから、はい、そのどういうところからこういうことが分かったのかわからないんだけど、うん、そういうことをまあ言ってたわけだよね、うん、あるいは誰かその証言、証人があったのか、はい、で3月19日シンガポールで石油を積んだ P-88J 戦団文字に向けて帝国出航、ところがもういきなりですね、はい、空襲を受けてですね、うん、全艦船が必死の応戦を展開するもタンカー1隻が被弾し沈没、敵機が退去し静けさが戻った直後の12時20分今度は敵船から潜水艦からの攻撃を受け2隻が沈没、各艦はただ1隻残った小型タンカーを取り囲み海南島を目指して満身創痍の航行を続ける、だってベトナムから海南島相当あるよこれ、はい、うん、で29日7時10分雷撃を受けて第84海防艦が沈没、11時30分仙台に対し B-25 総圧爆撃機20機による空襲が始まり最後のタンカーもとどめを刺されて沈没、この時都合市の乗っていた第130号海防艦は第84号海防艦遭難の連絡を受け第18号海防艦とともに救助に向かうと、そして再び仙台護衛に戻ったところ両艦とも空襲を受けて沈没、20年3月29日26歳だよ、はい、亡くなっちゃうんだけどね、そうですね、うん、でまあ一階級特進して処刑捜査になるんだけど、うん、桜井君はなんで亡くなった日に一階級昇進しているんだ、虚しさに包まれて文字列を眺める、個人遺族の名誉のための昇進というのはよくわかる、理解しているつもりだったがどんな名誉な肩書きも真っ赤な字で書かれた戦士の二文字には霞んでしまうということを書いて、まあ事故につないでるんですけどね、はい、なかなかこれ優れたね、はい、文章なんだよな、はい、まあその多少誰かが手伝ったかも、手伝ってたっていうかその編集ね、うん、編集の人が教えたかなんかしたかもしれないけれど、はい、これだけ書ける人はなかなかいませんよこれ、うん、今のこの若い人で、うん、若いったってまあ桜井君ももういくつだ、40いくつだろ、はい、40ぐらいじゃないですかね、だけどね、はい、うん、若いけどね、はい、それ我々にくらい若い、はい、戦争なんか何も知らないわけだから ね、彼は、うん、で実に残念に資料を集めたりね、はい、調べてるんですよね、
で畑郁子さんなんかに前に行って資料の読み方とか習ったりしてるんですよね。あ、そうなんですか。うん、これ書いてあるんだけどな。こういうふうにした。はい。昭和17年に本郷で開かれた同期生の記念写真なんていうのが出てるんですけど、はい、昭和17年、俺が生まれた年だからね。うん、はい。そうだったんですか。はい。10年近く前ですね。はい、もうなんか今週はね、うん、これ僕なんかも2冊買っちゃいましたよ。あ、そうですか。いや、保存版だなと思って。はい、あ、そうですか。うん。これはね、なかなかやっぱりニューズウィークだからできるんでしょうね、これね、はい、本当は本当にさっき言ったように日本の文藝春秋とかね、はい、まあ週刊文春はどうか分かんないけど、うん、文藝春秋なんかがこれをできるっていうか昔はやったんだと思うんですけどね、はい、うん、これは本当感動しました。これ皆さんぜひね、うん、読んでいただきたいと思います、うん、まだ売ってると思いますんで、うんうん、売り切れになっちゃうんじゃないこれ、うん、こうやってまあ戦死した遺族を遡れるっていうのは幸せですよね、はい、資料が残ってたっていうのは。あ、まあまあそうですね、まあ、これすごい、まあ、それはそう、この人がすごいけど幸運でもあると思います。それは桜井家っていうのが、はい、やっぱりそのエリートの、ね、まあはい、ずっと家族で ね、 そうですね、皆さんやっぱり一高東大みたいな流れがあったから、流れがあるからね、はい、うん、そういう家もしっかりしてるから、はい、まあ取ってるけど、はい、まあ、そうするとさっき言ったようにおじいちゃんが新聞記者だったりしたからね、情報新聞の、はい、普通のね、はい、普通の一般庶民で戦争行って死んだ人だったり、はい、何も残ってない人ってたくさんいるよ ね、 知りたいって人はいっぱいいると思うんですけど ね、 そうですね、はい、なかなかいないですね。 それはそうだよね、はい、うん、まあそうだね、僕なんかも父親は割と若くして死んだけど戦争の話なんか聞いたことなかったもんね。あ、うん、戦争で2回も行ってて、はい、行って苦労してるわけですけど、はい、あるいは父親の兄貴っていうのは戦争行って片足を失ってね、はい、で仕事ができなくなったから、まあ、それから修行して徳屋になったっていうね、うん、昔は竹の修理とかね、はい、田舎でやってたでしょ、はいはい、そういう人に本当に話を聞いておくべきだったなと思いますけどね、うん、それは、うん、いやいや、もう感動しちゃってさ、はい、